皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。木村拓哉さん主演の新春スペシャルドラマ、教場2、フジテレビ系が、2020年1月3日から4日に放送され、平均世帯視聴率は、3日の前編が 13.5%、4日の後編が 13.2% だったことが発表されました。ビデオリサーチ調べ、関東地区、4日、後編のエンディングロールが終わると、最後にようやく明かされた、風間が右目を失った理由、衝撃的なラストに、明らかに続く、続編あるんだよね。などと、SNS がざわめいていました。長岡博己さんの、教場シリーズを原作に、警察学校という密室で、生徒たちの抱える、様々な葛藤や秘密が渦巻き、次々と巻き起こる事件を乗り越え、卒業していくまでを描く本作。2020年のお正月に放送された第1弾は、主人公、最強の教官、風間公親を演じた木村さんの熱演が話題となりました。今回、教場2でメインとなる、風間教場200期の生徒には、浜田岳さん、福原遥さん、矢本悠馬さん、杉野遥亮さん、SnowMan の目黒蓮さん、岡崎紗衣さん、戸塚純貴さん、乃木坂46の樋口日奈さんらが扮し、199期生役には、上白石萌歌さん、ジャニーズ WEST の重岡大毅さん、三浦貴大さん、葵わかなさん、佐久間由衣さん、前作メインで登場した198期生役の、工藤飛鳥さん、三浦翔平さん、川口春奈さん、大島優子さんといった顔ぶれ。生徒以外では、松本まりかさん、北村匠海さん、佐藤ひとみさん、和田正人さん、高橋ひとみさん、小林薫さん、三石健さん、小日向文世さんといった面々も出演しました。3日放送、前編のラストで、夜の教室で見つめ合っていた、副教官見習いの田沢愛子、松本さんと、比嘉太一、杉野さん。後編では、愛子が、風間に対し、比嘉に言い寄られ、二人で会っていたことを告白するのですが、風間はそれが嘘で、愛子が一方的に比嘉に迫っていたことを見抜きます。しかも、警察学校を成績トップで卒業したというのも偽りでした。愛子は前の上司に責任をなすりつけられ、その怒りを今の上司である風間に向けていたのです。この展開に意外なキャストと最初思ったけど、こういう展開か。松本まりか様を起用したのは、こういうことかと震える。松本まりかさんの起用に納得するなどの声が続々と集まっていました。また、石上志保、上白石さんが休学した理由も明らかになります。1年前、志保は優秀で、総大の位置を争う、出馬元久、重岡さんと、浦見圭介、三浦貴大さんと友情を深めていたのですが、交通取締りの授業で、出馬が浦見を引いてしまい、そのことを苦にした出馬は、学校の屋上から飛び降り、落ち込んでいた出馬を傷つけ追い込んだことで、自分を責めた志保は、心に傷を負い休学したことが明かされます。後半からの登場ながら、圧倒的な存在感を見せた重岡さんに、一気に、視聴者を、出馬の感情に引き寄せる演技力、素晴らしい演技で、教場の世界観に溶け込んでいて感動、といった声が相次ぎます。その後、物語は200期の卒業式へ。鳥羽のベテル、浜田さんと握手した際、私の右目のことで覚えがあるな、と告げる風間。エンディングロールが終わると、大雨の中、後輩の遠野明宏、北村さんと張り込みをする刑事時代の風間が映し出されます。刃物のようなものを持った男を見つけると、風間が止めるのも聞かず、一人で男を追いかける遠野。その後、すいません、見失いましたと、戻る遠野でしたが、傘を開いた瞬間、男に、後ろからめった刺しにされます。救援を呼ぶ風間でしたが、男の凶器が風間の右目に。その後、男が逃走中にぶつかったのが鳥羽だった、というラストで物語は締めくくられました。風間が義眼になった理由と、犯人の顔を鳥羽が見ていたことが判明したまま終了というラストに、教場2のラスト、衝撃的すぎた。ラストシーンが怖すぎて寝られない。衝撃で、
体が一気に動かなくなった。怖いよ。教場2、また次もありそうだね。絶対教場3に続くやん、続編あるんだよね。また来年など、放送後の SNS は、驚きを隠せない視聴者でざわついていました。Twitter のトレンドランキングでは、教場2、教場2が、1位と2位を独占し、重岡くん、北村匠海といった出演者の名前もトレンド入りしていました。様々な展開で視聴者を楽しませてくれた教場2は FOD や TVer で見逃し配信中です。一度見ればきっと風間教官の圧倒的な存在感、愛ある厳しさ、夢を追う生徒たちの熱い物語に引き込まれると思います。ここからはネットの声をご紹介します。私の息子は警察官で、警察学校から週末帰るたびに痩せていき、言葉も少なくなり、親として本当に心配をした。このドラマを息子と一緒に見て、実際の警察学校はもっと厳しく些細なことで払い落とされるため、一日中心神極限状態の緊張で半年間過ごしたと言っていた。演出は過ぎてたところもあったかもしれないが、親として警察学校がどういうところで、どんなことを学んでいたのか知れてよかったと思う。私の息子も警察官ですが、警察学校の教官は、ドラマの何倍も怖かったと言ってましたよ。その中で耐え残った者だけが、警察官になれるんですね。市民の安全のために、本当に頑張ってますよ。身近なのでよくわかります。本当にありがとうと、感謝でいっぱいです。普段ほとんどドラマは見ないけど、これは楽しみにしてました。木村拓哉が、キムタクは、何やってもキムタクだ、と言われてるのはわかっている。教場では、今までにない役なので、ある意味そこを覆したかった。と、本人が言っていたが、個人的には光栄だったと思います。自分の家の近所に、元警察官が住んでいて、その人の話では、本物の警察学校の教官は、ドラマで見る教官の何百倍も、怖いと言っていたな。そうじゃなきゃ、警察の仕事の激務に、耐えられないもんな。消防の教官も、半端じゃなく怖いらしいな。200期を演じている方は、若手が多くて、その中に浜田岳。いい意味で違和感がありました。最後の最後で、なんで浜田岳がキャスティングされたのか、理由が分かった気がします。次回作でも、浜田岳は、メインで活躍する感じしますね。全体の脚本も演出も、キムタクの演技も素晴らしかった。息を詰まらせながら見た。ただ、みんな同じ服を着ているのもあるが、女優陣の顔の区別がしづらくて、混乱した。キムタクのドラマと聞くと、気が乗らなくなる私が夢中になって集中してみました。宮坂の殉職は残念でした。前後編とも、途中感動で目が潤みました。続編も期待します。いくら、さんまと、キムタクが仲がいいとはいえ、なぜ出演させるのか、せっかくの木村の熱演が台無しになってしまった。あんなに厳しい教官に教えられて、卒業していく警察官なのに、なぜ、さんまみたいな、おどけた警察官がいる。監督ちょっと考えて出してほしい。お笑い番組じゃないんだから。正直、前編で、最初に、鳥羽についての描写の少なさに違和感があった。後編でも、そのまま卒業式になり、あれ？と思ったら、教官からの一言に驚いた。そして、エンドロールが流れた後の、過去の凄惨な事件。その、現場近く、で犯人と遭遇した鳥羽。衝撃も大きいが、風間と鳥羽のつながりが判明して、さらなる謎が。来年、3があるってこと？最後にゾクゾクしましたね。北村？出てたか？と公式サイト確認しているとあのシーン。若手刑事っぽさ満載だった。面白かった。私にとっては、期待を上回ったドラマでしたね。キムタクのドラマはほとんど見ないけど、教場は楽しみに見ています。今回は、キムタクの歩き方が綺麗になってましたね。
いつもあの気取ったチンピラみたいな歩き方が気になっていたので良かったと思います。宮坂くんの殉職は本当に残念です。ドラマは面白かったですが、去年に比べて人物の輪郭がはっきりしないというか、特に女性の見分けがつきにくい感じで、誰か誰なんだか分かりにくかったです。さんまの駐在さんはもういりません。息子は警察官ですが、警察学校の時に本当に急に突然部屋の荷物もなく辞めていった生徒いるようです。で、みんながざわざわみたいな。理由とか教官は生徒に言わないみたいですけど、後々分かっていくらしいですが、今のご時世、警察上層部からはあまり厳しすぎると辞めていくからほどほどにと教官は言われてるようですが、やはり昔の厳しさの中で教わった教官たちですから、なかなかそう簡単には自分のスタンスは変えられないですよね。県警によっても厳しさは違うようです。市民の命を守る仕事なので、ぬるい指導ではやっていけないですしね。去年見た前回が面白くて続編楽しみにしてましたが、期待以上でした。前編見た時は前回よりも生徒役弱いなぁと思って見てましたが、後半の展開と演技は素晴らしかった。現実的ではない展開もあったりしますが、そんなの気にしてたらドラマなんて見れませんから、今回はどんな事件が巻き起こるのかと楽しく見れました。だけど宮坂が殉職するなんて辛すぎる。その後の漆原の成長を見て泣きました。皆さん素晴らしい演技でしたが、特に上白石萌歌さんと山本優馬くんは良い俳優だなぁと思いました。前回もそうでしたが、教場はキャスト全員の本気度が伝わってきて、映画を見てるような没入感があって好きです。続編期待してます。可能性ではなくて、もう絶対パート3がないと納得できない。エンドロールで北村匠海の名前が出てきて、いつ出てきたかなと思っていたらまさかの最後だった。冒頭の雨の場面はいつ出てくるんだろうと思ったら、やっぱり最後。鳥羽くんの目撃者の件も含めて3でしっかり話を回収してほしい。講義の中で出てきた話がしっかり経験に基づいているというのもわかるし、本当に話がよくできている。原作を読んでみようかな。教場のドラマが面白い。正月と言わずに半年に1回は放送してほしい。原作を読んでいないが、教場から離れて過去の現場時代の物語も見てみたい。一の卒業生が登場したのも良かった。やたらと殺人事件が起こる。他のドラマよりも見応えのあるドラマだ。この教場シリーズを毎年お正月の恒例にして、原作小説の完結までは完全に映像化する必要がある。元旦は相棒があるので、放送するとすれば正月の2日と3日。原作小説のどこまで映像化されているかにもよるが、少なくともあと3年はかけて原作の完結までは完全にやらないといけない。とにかく今のフジテレビはバラエティに見るべき番組がなく、隠し芸大会をやっていた頃と違い、正月にバラエティなんかやってもまず見る人はいない。しかも現在通常編成ではとことんそっぽを向かれている。だったら正月ぐらい見応えあるドラマを毎年のシリーズとしてやればいい。教場さんもありそうな感じ。というか最初から3部作で考えているのかも。連続ドラマなら2ヶ月目が終わった感じ。次が3ヶ月目で最後かな。これを連続ドラマでやってたら制作時間は少ないし、途中話が間延びして視聴率が落ちやすいから、時間とお金をかけて映画みたいにやった方が視聴率が高いまま推移するから、これで正解だったと思う。キムタクも言っていたが、教場を見てから交番にいるおまわりさんを見かけると、あの厳しい教育を耐え抜き卒業されたのかと思うと本当に頭が下がる思いで、すごい人たちなんだなぁと思う反面、そこまでして卒業しておいて犯罪を犯す人もいるしね。踊る大捜査線とかばかり見てたから、警察官はあんな緩い感じなんだとか思ったりしてたけど、警察官って厳しい世界だったのですね。
ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。